麻雀ファンの皆さん、こんにちは。本日は麻雀ファイトクラブ第6回プロナンバーワン決定戦の模様をお届けしてまいります。司会実況の襟川麻衣子です。どうぞよろしくお願いします。そして本日二次予選の解説を務めていただくのは菅原博恵プロ、そして今野慎太郎プロです。お二人ともどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、この大会は対戦型麻雀ゲームコナミ麻雀ファイトクラブエクストリームに出演するプロ雀士の中からこちらの24名が参加し頂点を目指して戦うというものになっております。こちらに映し出されていますランキングはですね、事前に行われました優勝者予想キャンペーンの結果ということになっております。そして昨日ですね、この一次予選がこの出演する選手の中で行われまして、勝ち上がった選手が二次予選に進みます。さあ、この12名で二次予選を1回戦行い、各択上位2名計6名が準決勝に進みます。さらにここから2名がシード選手として入り、8名で準決勝1回戦を行います。こちらも各択2名ずつが勝ち上がり、4名で決勝戦1回戦を行うというシステムになっております。本日から方位シードとして広柴田プロ、そして投票選抜戦2位で岡田紗友香プロ、そして準決勝からは投票選抜戦それぞれ男子女子1位ということで佐々木久人プロ、高宮麻里プロが出場ということになります。はい、それでは早速二次予選 A 択に出場します選手を紹介してまいりましょう。まずはこの方です。さあ、昨日は見事1位通過、宅内1位通過ということになりました安藤里奈プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、昨日は全員女性宅、先輩たちを相手にして1位通過ということになりました。どうですか、はい、手応えの方は。すごい気持ちいいトップを昨日は取れました。菅原さんも、はい、一緒に戦われてたと思います。全然あの気持ちいいトップを取られました。そして着ているのはファイトクラブのパーカーですね。はい、ファイトクラブのパーカーです。とても似合ってますね。はい、2日目に着ようと思って温めてたので、はい、今日着れて見せれてよかったです。さあ、昨日勝ち上がって北海道からやってきて、はい、ちょっと気合は十分ということだと思うんですが、はい、年末年始も結構忙しいんですか？バタバタしてますか？そうですね、年末今日決勝まで残って明日帰る予定なので、はい、明日帰るんですか、はい、風邪ひかないようにですね、はい、さあ、それでは気合十分のパーカーも着ていただいてますので、はい、応援してくださってる皆さんに向けても気合を一言お願いします。はい、今日も打つことができます。本当に皆様の応援のおかげで今日もここに立てているので、ちゃんとしっかり麻雀で返せるように一生懸命勝ちたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ではお席にお願いします。続きましてはこの方です。さあ、見事昨日から勝ち上がりを決めました石田あさみプロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、怒涛の1年、はい、今年は1年だったと言っていた石田プロ、はい、昨日は宅内1位通過、はい、ちょっとね最後までわからない展開ドキドキだったと思いますが、昨日はいかがでしたか？昨日オーラス本当吐きそうでした。もういや本当吐きそうと思って、これもう一巡一巡が命取りだなと思って、はい、いや残す順番間違えたなとかいろいろ思いながらも、魚谷さんに報酬できる点数なのかもわかんないし、いやもう吐きそうでした。まあ、昨日1回あれを戦いを終えまして、今回もひとまずね宅内から2人勝ち上がりということで、はい、ちょっと作戦とかいろいろ練ってきました。いや作戦は常に練ってますけど、ありがとうございます。ちょっとあの言えないです。企業秘密で。企業秘密で、はい、ありがとうございます。さあ、石田さんもたくさんの方が今日もね、はい、コメントもいただいてますし、応援もいただいておりますので、はい、皆さんに向けても一言お願いします。はい、今年も1年応援していただいてありがとうございます。あの昨日前田さんがあの昨年の忘れ物を取りに行くと言ってたんですけど、私も昨年決勝で敗れてるので、前田さんの代わりに忘れ物を取りに行きたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、続きましてはこの方です。D 択2位通過となりました中田あかなプロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一次予選は野田さん、はい、秋さん、ガースさんとパワフルなメンバーでの択でした、はい、どうでした打ってみて。
そうですね、普段アキさんは何度か対局させていただいたことあるんですけど、初めて同卓させていただけるレジェンドの方々とこう戦うのはこの年末のこういう機会ならではだなと思いますので、本当にありがたい機会いただきましたと思いました。今年1年麻雀人生の中で本当にいろいろね、はい、お変動も大きかったと思います。ただ来年ももっともっと打つ機会は増えてくると思います、はいはい、どうですか、こう気持ちとしては来年に向けてもっともっとこう修行というか頑張ろうっていうのは計画立ててますか、はい、そうですね、やっぱり去年の下半期からこう麻雀にもともとタレント業とか経営とかの方が忙しくて、そっちがメインでいたんですけど、やっぱり今はもう完全に麻雀の方にシフトして生活してますので、ここからどんどん伸ばしていきたいなと思ってます、はい、ありがとうございます。来年に向けても、そして今日ね勝ち上がるためにもですね、皆さんに向けて一言お願いします。はい、昨日ちょうど試合を始まる前に安藤里奈プロに明日もうよろしくお願いしますって言われたんですけど、本当に今日会えてよかったし同卓させていただけるということで、今日バチバチに戦いたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます、頑張ってください。さあ最後はこの方です。さあ幸せパワー全開で昨日勝ち上がり決めました、はい、B卓から2通過となりました杉浦寛介プロです、よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ昨日は大きく上がったものの、はい、ちょっと嵐に巻き込まれそうでしたね。そうですね、伊達さんの、ね、力強い上がりというか、もう目の当たりにして、女性にはちょっとトラウマがあるんですけど、今日 なんと、はい、3人とも、そういうことになってます。どうですか、宅内を見回してみて。そうですね、まあちょっと鼻の下伸びてないか心配なんですけど、なかなかね普段ねこういう機会がなくて、公式戦だともうありえないぐらいだし、まあリーグ戦とかはもうおじさんたちを相手にしているので、いやちょっとまあ不安な部分もあるんですけれども、まあファイトクラブのこういう大会ならではの宅組っていうことも楽しみながら、戦いたいと思います。はい、さあそしてねこの2日目になかなか勝ち上がるのもなかったというお話だったので、そうなんですよね、はい、はい、そういう部分でも気持ちはこう強いんじゃないですか。そうですね、昨日も勝ち上がる前からいろんなご声援いただいたりしていて、で、まあ、今日も本当に温かくコメントとかいただいたりしたので、本当に今回ね皆様から のゲーム機上でのエールも届いてますので、もうそれを返したいなと、恩返ししたいなという気持ちもいっぱいありますので、精一杯頑張りたいと思います。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お席にお願いします。さあ以上4名で二次予選 A 卓が行われることとなります。さあ今回もルールは麻雀ファイトクラブのルールにのっとっております。違う点は3万点スタート、最初の点数が3万点スタートな部分と飛びがありません、飛びなしとなってますので、1000点未満でもリーチも可能ですし、0点を割ってしまっても続行ということになります。カンドラ、失礼しました、リーチ一発、あとカンドラ、オモドラあります。赤ドラが4枚、マンズ、ソーズに1枚ずつ、そしてピンズに2枚の計4枚ということになっていて、昨日も大きな点数がたくさん出ましたね。そうですね、はい、飛びがないということは私確認しております。はい、ありがとうございます。3万点まではもう確認ができてますので、それ以上が出るかは皆さんこの後ご覧ください。それでは対局の準備が整ったようです。麻雀ファイトクラブ第6回プロナンバーワン決定戦二次予選 A 卓対局の開始です。よろしくお願いします。さあ選手たちが一礼しまして、二次予選 A 卓対局の開始です。座り順から紹介してまいりましょう。まずはちいちゃから安藤里奈、なんちゃ石田あさみ、シャーちゃ中田かな、そしてペイちゃ杉浦寛介の並びでスタートしております。ドラはウソです。さあ今回も二次予選はそれぞれ各卓2人勝ち上がりということになっております。昨日戦ってみまして、こうどのように戦っていくかっていう、こうちょっとアドバイスみたいなのはありますか。
言葉やか。我々昨日ね、ちょっとすいません、あっぱいだったんで、なぜ我々がここにいるかというアドバイスできるほどの立場ではないかと思うんですけど、歯を仕掛けてきましたね、はい、結構ね、オーラスまでなるべくこうトップ目でいることが重要になってくるっていう選手も多かったんですけれども、ただ何点持ってても本当安心できないですね、まあ、そうですね、2人勝ち上がりなので、はい、トップ目に立っていれば、うんうん、例えばね、何か積もられても、はい、2番手で残れたりするんで、補充さえしなければね、勝ち上がり率が高いの で、ね、まあ、セオリーとしてはですね、オーラストップ目っていうのはセオリーの一つだと思いますけど、はい、そんなうまくはいかないそうなんですよね、それができればね、はい、4人のうち1人しかそれはできないので、ちょっとそういう部分がね、あとリーチ判断だったりとかね、普段とは違う上がりレンチャンになってます。そうですね、上がりレンチャンっていうのが結構大きく理由を占めると思うんですよね、うん、だから例えば、はい、親番でのねリーチ判断って結構変わってくるんじゃないかなと思いますね、うん、何でもリーチしちゃうってね、あの降りられちゃうと流局で親が流れてしまうので、だからどうしても親連チャンしたいとき、上がりたいときは闇点の率が親番ではね結構多くなるかなっていう気がしますけどね。そうですね。さあ、親番の安藤がチュンも仕掛けています。赤嘘も持ってきて赤ドラになりました。さあ、石田はこちらの手配、天秤切り一緒ですね、はい、中田もこちら打点はね赤嘘であるんですが、内に内に寄せていきます。さあ、そして仕掛けてこの形、イシャンテン、イシャンテンは安藤です。イシャンテン2人、お、かなちゃんも両面変化して嬉しい。そうですね、形がどんどん良くなっていきます。ちょっとね、単用で仕掛けなどもあるのかなと思いつつも、普通にピンフ赤ドラでいけそうです。あー、入った。これは嬉しい。リャンマー引き入れまして、イーソーとスーピンのシャンポン待ち、シャンポンも転売、うん、あ、リーチだ。さあ、全然リーチ、なんとウーマンのシャンポン待ち、なんか1枚切れですね。はい、なんか残り1枚、ウーマンはここに1枚、残り1枚山、これで両面変化ですね、はい、打点もアップしていきます。で、このスーピン見て2人はやべえな、バイバイあ、サブローピンここに3枚、うん、うん、さ、サブローピンに変わっている安藤です。打点は上がりまして、こちらの手配、いやー、どうする、あー、まあですけど、いってますね、いってますね、はい、サブローピン2枚ですね、ありがとうございます、いいえ安藤さん、安藤さん、スーピン現物でね、シャンポンにウーピンと言いそうなシャンポンに置けれたんですけど、うん、はい、上がり率重視って感じですね。断面で続行ということになって、赤ウーピンもバシッと切っていきます。これはスライド、まだ何も1枚、馬も1枚います。リーチに対してスーピン、あ、赤ウピ ピン周りはね絶対テンパイじゃんみたいな強気の攻めでね、昨日もしっかりと上がりをものにしてきた安藤です、うん、そうですね、はい、馬も1枚まだいるんですか、ね、はい、います。なのでウーマンとナンが1枚ずつ、サブローピンも2枚ということで2対2か、これも、うん、シャンポンにも変えられましたが、ひよ、ね、ってると上がりがあったっていう形ですね、現物の方にしてたら、赤ウピン当てないよしてたらねそうですねしかしね、まずのトンの一曲、上がりを重視してこの形にしてるんです。おー、押しますね、お、最後までいきそうですね、これはくくってますね。移送がね通ったんで、安全範囲が足りそうなんで、はい、あ、そうかそうか、まあ、バランスどこでやめるかですね、押し切れるのか、テンパイを取ってもテンパイ料しかもらえず親は流れてしまいますからね。なので普段よりも親が連チャンできないっていう分、はい、粘る価値がちょっと少ないですよね。だから終盤で通ってない範囲を引いた時にどこまで押すか、かなり自身でね通してきてますからね。さあ、どうでしょうか、まだいますよ、すそ現物通過、何どこ行ったんだろう全然出てこない、全然顔出さないんですけど
ウーマンもいるんですもんね。います。一枚も減ってないんですけど。どこ？さあ、このまま決着はつかないのか？アンパイが一番強いみたい。あ、見た！さあ、これを掴んでしまったのは石田。上がったのは安藤です。純赤赤5800。まず上がりをものにしたのは攻めの姿勢を変えませんでしたね。安藤の上がりです。石田さんなんか完全に観念したように切りましたね。いやそうでしたね。最終手出しが数便だったんで、はい、これかみたいな。しかも赤ウピンつまぎられてるんで、そうですね、赤ウピン もちろん持ってるなって感じで。赤ウピン2枚ありますからね。はい。自分の性的にもね、強いとこでしたからね。はい。赤ウピンが。ヤムトントイツ。ああこれ嬉しい。ああしかも赤もボラもある。ああ本当ですね。どっちかでも最低使えればヤンカンダー赤ウーピン5800以上編み込めそう。チンも統一あらあら全部な期待やつですね。はい、チンも統一になった。昨日はねトンチャが最強でしたもんね。チンがもちもちですね。ああなるほど、本当だ、そうでしたね。そうなんですよ。昨日なんか安藤が座ってる席と杉浦が座っている席が勝ち上がってるんですよって言って、またまたっていう話になってました。さあどうなっていく。ハク自身であんこにしたのは石田です。そうですよ、気づいちゃいました。自分の時もそうですもん。気づいちゃいました。杉浦さん同じ席なんですよ。はいはい、そうです。あれってですか。でとなんかと思って安藤さんの座ってた時に伊達さんが座ってたので。あ、そうですそうですそうです。自分の宅はそうですね、全くその通りで。でも後半の宅はちょっと変わったんですが、そうですね、はい、でもあのトンチャのお席が力強かったですか。強でしたね。さあ老僧にも一旦カンちゃんですがくっついたのは安藤。さあここまでが進んでいきますよ。石田チュンはもちもち仕掛けるのは難しい。赤赤で形も良くなってきているのは杉浦。いいシャンテンですね。パソ切り。ロープ引いた。これでいいシャンテン。恐ろしいシャンテンですね。杉浦は感動マンカンチーピンなどは仕掛けていきそうですか。仕掛けると思いますけどね。はい、あでも、そうか、石田さん今後継になったけど、E マンが3枚切り。ああ、なんと。どうしていくか。楽しみですね。数万入ったらですけど、チーマン入った時とか、うん、ね、ちょっと選択どうしていくか。ナンはシャンパイか、うん、ナンリベンジあるか。ナンリベンジ、シャンポンリベンジ単用に決めたっぽいですね。はい、さピンズ4連結、自身で3ピンはすでに切っています。イーシャンテンは石田。こちらは縦にゴツゴツしてきています。ただ仕掛けたいところのチュンはなかなか出てくる牌ではない。あー、両面。おお、打点もアップ。赤さん、これは嬉しい。座布団が山々なんですね。山ですね、まだ、E1 が目に見えて3枚なので、うん、山を打つかと思ったらウーワンをさっき切りましたね。はい、スーマンも1枚切りましたね。その233のとこを厚く持ってと、うん、いやまた選択しましょう。ただドラローソーなんでね。そうですね、うん、そうなりますね。生かすようにここはカンちゃん残していきます。なかなかこのトンが出てこない限り安藤がね進めづらいんですが、また選択ですけど、うん、3ピンがそうか、そのぎりになります。3ピンは頭で使う感じ。あ、手前ありましたね。はい、2枚。さあ自身でトンをワンコにしました。乾燥待ち、郵送は1枚手の中、表示範囲1枚、残り2枚。3個？お、もう昨日からチャンスはいっぱいあったんですよ。本当ですよね。役満みたい。おー、両面変化。さあ、座布団、赤ドラ。ウーパーソーがね、ここが縦に怖いですね。でも縦見てるんで、はい、あの出ない。あ、杉浦さんチーティン入れました。さあこれで天敗です。タンヤを赤赤ドラ、赤サンドラか、赤さん、うん、はい、みんな高い。あ、石田さんも、ね、あ、ここも天敗。3万手チーマン待ち。さあ
サブローマン対ウッパッソー対スッチーマン3人連敗です。あーパッソー、あーパッソーだ。さあここも高い安藤の上がりになります。ダブトン赤ドラ12,000は12,300の上がり。仕掛けてる2人の現物にパーソーがそうなんですよね。親以外にはパーソーがだかったんですけど、警戒度をね仕掛けてる目に見えてる方にしたところ、これは山手入ってました。高い手が、はい、さあこれで2局連続の上がりということになります。安藤ダトンの1局日本馬、このファイトクラブパーカーの力もね20周年記念のかっこいいですよねこれ金のさあ表情もキリッと、あ、おこおこおお。さあしかもピンズの赤のメンツは完成。試合はちょっとばらついていますが、マンズも両面立つドラはいいそうです。あ、ちょっと厳しいかシャンタケか。こちらもローキンを引き入れた赤が1枚。そしてマンズで1メンツ、2メンツもあります。やっぱりでも親がちょっと良さそうですね。まあ、歯ゆいですね。赤赤、うん。さあそれぞれの程度を進んでいくでしょうか。まあ、今回はね優勝者予想も行われておりますので。皆さんの予想した選手が見事優勝すれば、優先マッチングなどいろいろな特典がありますので、最後までぜひ応援してください。お、両本殺到的いい形広がっていく。ペンソン層のところがちょっとネックですが、ドライスもなんですよね、うん、そうですね、外しづらい。ただ形優先で落としていきそうですけどね、うん、赤に枚あるし、だって赤ウソにくっついていけば素直に外していけそうですよ ね、 ここで受けてもありますけどね。そう、選択孤立杯のウソかペン三層か、まずリャンピンギーの選択。さあここもリャンメンターツに変化します。貪欲ですね。アンドまだどっちも。そうですね、全部欲張り。どっちも使い切りだと、はい、いいと思います。強気なところが出てて、ダイレクトのねペン三層を逃したくないっていう。三層は中島。両ピンだ。お、両ピン両ピンの選択。攻めたいからオブロックにしたいな。でも赤ウソは引っ張るってなると両ピンになりましたね。うん、まだまだ連チャンするぞ。すごいですね。だいぶ形も決めて、しかも打点もね必ず伴わせるぞという。あ、これで、ね、さすがにって感じですけど、おまだね。おお、すごいですね。いわゆる6ブロックですね。はい、はい、この貪欲さをこうどんどんね加点してっている自分に自信もきっとねついてきますよね。山荘まだ山にありますので、自信で持ってくることも十分あります。中田さんも選択ですね。ちょっとゴツゴツしてきましたか。そうですね。さあ縦も見える、うん、いいシャンテンですね。はい、さあ杉浦がいいシャンテン。ここさすがにまだまだこの形キープ。この順目になってくると6ブロックで持っていると、ね、他からねリーチだったり何か来た時にちょっと怖いなって思っちゃうんですけど、やっぱこのハートが強さですね。そうですね、はい、2周いくっていう、はい、リーチを受けても攻め返す場合は2周いくっていうね、はい、トンの一曲も見事それでね力強く押していって上がりをものにしました。あ、パーソー9層が3枚切れでパーソー切って全部見えたからなんですでしょうけど、はい、3層つもぎりになりました。ペー残しましたね。ハクはアンパイで、はい、ペーはペー茶ですもんね、うん、自家製というか、もう杉浦さんは そこまで、うん、お店を閉まって流局してくださいみたいな感じですかね、はい、うん、流局さえしてくれれば親がね、はい、残れるんで、まあ、親ドラもね切ってきましたし、ね、そうなんですよね、うん、結構もうね一段目リャンピンリャンピンとその後もチューチャンパイ結構濃ゆいとこ切ってますしね、うん、スピード感的にどう見えるか。
さあ他はどうか。おお行きました。いいシャンテン。さあこれを仕掛けてタンヤを赤赤いいシャンテン。やっぱまあ薄い。ああ手に結構、ね。本当ですね。ここにもここにもここにも。ウーマンが残り1。パーマンがない。さあ打点は上昇していきます。まあ、場に1枚、手に2枚。あ、もうないんだ。あ、1枚か。はい、残り1枚。ウーマンとリャンマンが1枚ずつ。安藤はこれ、テンパイも薄いんですが、できるかどうか。あとね、この石田さんの欲しい缶三品が、あの安藤さん三品あんこですから、ね。まあ、お互いに持ち合って、パーマンと三品を持ち合って。ですね、スーピンがもう2枚切られて、そうか、ちょっとポンなども、ギャンマも残り1枚なんですもんね。うん、そうなんですよね。ポンに必要な枚数のものも石田1枚しかないんだ。ギャンマの奪い合い。どっちに来るか。サンドイーシャンテン、石田もイーシャンテンです。うん、チーソーも。三巡ぐらいありますね。はい、これはつもぎりの選択。これぐらいでイーシャンテン、それも結構ね形がいいイーシャンテンが、はい、行くかやめるかのね、結構分岐点的な形ですかね。そうですね、石田さんはドラム赤もない手なので、はい、やっぱりちょっと親の向上したくないですもんね。はい、警戒もありますね。テンパイ量もまあまあ欲しいですよね。だからギリギリまで粘りたいと。三層引いてチートイツのイーシャンテンでもありますけど、これはつもぎりにしました。うん、そうですね、天杯能天でも大きいけど、うん、2人勝ち上がりふわっと放銃してしまった日にはね。そうですね、おいいピン仕掛けていきます。うん、まあ、天杯取りたいのは同じ気持ち。そうですね、もう一回つもがあるので、はい、イーシャンテンです。杉浦順目残りわずかです。かなり広い。あ、さあ天敗できず、あ、入らず、うん、さあここも天敗できず、残り1枚リャンマンができず。珍しいですね、全員の手。うん、はい、1人ぐらいね天敗するかと思いましたけど、うん、さあここは全員手が伏せられて、さあこれで流局です。曲が動きました。トンの2曲3本は序盤は豊潤に回ってしまいましたが、この親どう生かしていくか。石田の親番です。ドラは数万。お、ハク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 赤ウソ。ドラは数万。あれ1枚ありましたね。あ、ありましたね、赤ドラだ。3、4、4、3、4、6、形も十分。ちょっとね、一個ネックがありますか、すぐ解消していけそうだ。ハクどうですか、1枚目から5800。はい、仕掛けると思いますね。うん、吉田さんの持ち点からしても5800はちょうど補充した点ですからね。確かに。あと赤ウーマンとか引けば、ね、そうですよね、打点アップもありますね。はい、赤もあるんでね、あの5の周りは残しておくと結構ね、打点アップしやすいんでね。うん、なるほど。ただ石田の欲しい白が安藤からはなかなか出なさそうか。これどうしますかね、関連ピン嫌うか、メンズ4連携、マンズは手かけたくないですね。そうですね、伸びていきそう。うん、3層と迷ったけど関連ピン払いたがっている。そうですけどね、3層の選択になります。シャンテン層落としたくないってことですかね。うん、シャンテン、関連ピンのリーチも残したって感じですね。そうですね、関連ピンでも即リーチと、うん、親先生リーチ中。あれ、そうなんです、ここが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10周 ?11 杯1ピン初中。昨日 見たんですよ、こういうのさあ安藤がまさかのヤンシャンテンです。ヤンシャンテン10周11杯になっています。うん、右の2枚がね、くればという。さあこれはね、本当にさっ
昨日から大チャンスいっぱい見ているの で, そうです、ね、見たいところプロの、ねはい、ハイパイイシャンテンあ来ましたよ三面ちゃん杉浦のところにもう一枚の白がいたそうなんですねさっき言ったんで、はい、白はもうないんですねチュンが山に一枚チュンが一枚チュン引きたいそうだねチュンですねいいピンこれ単ヤにする手もありますけど、うん、チュンチュンも、はい、急げ急げ切り遅れる前に、まあリハンシャンテンなんでね、あ、ちょ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 、チュンが1枚ですよね、チュンとイーピン、はい、イーピンはバーに2枚切れで、山にですね、はい、さあ北海道から来てるんですもん、チームメイトなんで、チュン今のうちに。そうでもあのリナタも、うん、あのロンロンチームのロンロンのそうか、はい、チームメイトなんで、ね、あの応援してチームメイトとか、まあ、いつもね触れ合ってる人多すぎてちょっと困っちゃいますねそうですねあの、はい、あさみちゃんもね、はい、そうあのもうみんないやこれで杉浦さんは逆に2枚切れだからあったけど、はい、今まだ今のうちこれがいいピンだったらばもう、まあ、確かに余ってないですか確かに余ってないですから自信が余ったら一回抱えると危ないですよここどうするかでね切るかこれで切られちゃうちゃうかでも 2とか切っちゃったりしちゃったらあ今瞬間瞬間瞬間いやあの多分、はい1枚でも余ったらもう出ないですか出ないと思うんですけどこれでさすがにチュン切りますかねそうですねさあ&イーシャンテンのところで親番の石田からのリーチウッパ総白ですかなちゃんも2差しのイーシャンテンあらら、はい、ここで4枚目はい、まあ、これで全て見えてしまったことになります悲しい ただ安藤さんね親リーチが一発もリーチ一発つも赤ドラ裏ドラは取りませんが4000は4300オールあ2000あ3900は日一発ですよね日作靴も赤ドラか失礼しました4000は4100オールさあこれで一気に大きな上がり5000が最初に失ったところじゃありませんたくさんこの展望をね回収することができましたただちょっと夢は見たかったドキドキしましたね、はい、でも、まあ、リャンピンも引いてたので、はい、どうやってもあさみちゃんの上がりになってはそうですね、理想でしたね、はい、しかもね自陣は結局余ることになってしまうので杉浦からもねチューンはちょっとね出ない形にはなっていたでしょう、うん、ドラはパワーワン親番続きます4本バー石田は789ちゃんと系が見える形ここはシャアから、うん、契約を狙うタイプなのでこれは789ですねじゃあ楽しみです杉浦は赤両面ターツありますが奥が苦しいトンガドイツは安藤ですさあこれでさらにちゃんと候補いろいろな形出てきました関西さんちょっと厳しいですね赤1あるとはいえちょっと形が、うん、あちょっとどんどん進んでいきますよカンパワン引き入れたドラ赤が来て、はい、さあ他も打点アップしていきますが石田も手役ができてくる安藤はちょっと苦しいのでゆっくり手を進めることになりそうですほらあらららら最高最高ヨーチッパも見える3色か赤ウッドか贅沢な悩みが3色の方がちょあれここどうしましょうアリアンピン払うかアリアンメンでまだ6ブロックで持ちました、ね、うん、はい手役派は6ブロックあ6球ピン6球層がちょっと不確定ですからね、うん、まだまあ、サブロー9層もね、その9とかね、うんうん、引いてしまえば6チップは崩れてしまうので先にあ、そうですね、うん、安全牌持ちましたね、こちらで打点は十分ですさあここで一つ両面に変化まだね、ちょっとスピード感的には厳しいか安藤もこの形からだとちょっとトンは仕掛けづらいですかそうですね、3と1で、はい、時計残り
ターズ美商店。あ、急だ。美商店。お、初。ポン。差し掛けていきました。石永ポンして、イーシャンテン。ちゃんた三色のイーシャンテンです。アンドもちょっと進むけど、まだ苦しいとこたくさん残ってて。ちょっとじゃ足りないんだよな。あーあー、これで。差し掛けることができました。老朽層待ちです。はい、初、高めちゃんた三色ドライチ。急走仕掛けているの初と7、8、9ピンズ。安藤さんね、手進んでいくと急走だね、どうやっても余っちゃいそうなんで、4、5、6っていう急を持っているのでね、そうもしかしたら危ないかもしれないですけど、こちらこの手配、仕掛けをどう見ているか、この親番の下茶です。テンポが行った。ああ、そう、これでリーチ行きました。さあ、リーチ、スーチーピン待ちです。リーチ、ピンプ、赤、赤。仕掛けてるね、石田さんの現物なので。うわ、走ってきた。すごい、もうノータイムですよ。ドラです。ちょっと笑ってますね。ドラも行っちゃった、ヒヒ。勝負手ですからね、もちろんそうなんです。高めだとね、一番1600点。さあここ、あ、さあここで掴んだ。さあ中田が老僧の方ですね、宝珠ということになりました。初ドラ1、2904本番になります。さあここは石田上がりきります。ドラ行きましたね。思い切ってかっこいいですね。はい、あのくくり合いがすごい。確かに戦場ですね。これはなんかこう、うん、普段よりも例えば宅内にこう攻めの強い選手とかが、はい、まあ、ルールにもよるとは思うんですけど、はい、お互いこう攻めの強い選手がいたりするとこう影響されたりとかってお二人はありますか。あ、どうですか。どうでしょう。攻めが強いからそれに、うん、あ、でもやっぱり基本自分のスタイルですよね。んなんで例えばじゃあ攻めの強い人がいたとしてそこに乗っていくってことは、はい、相手の土俵で戦うってことなんで、はい、まあ、自分のスタイルを逆に言うと崩されちゃうってことでもありますからね、うん、確かに状況でね、はい、戦わなきゃいけないようなところだとねまた違いますけど、普通の状況であれば自分のスタイルを崩さない方がいいかなって気がします。はい、動かざるごと山のごとしです。常に冷静でいることですね。今野さんは確かにどっしりなイメージ。あー、ただ ね、ただあんまり動かないでいつの間にか発行した3万点ありますけどね。それなんか昨日夢で見ました。そうです、夢、私も夢だったと思うんですけど。あれ同じ夢だね。年末に見る悪夢ですね。さあ手配はどうか。杉浦がこの手形。だから杉浦さんは、はい、ペーチャースタートでもあるんで、はい、結構ゆったり構えてますよね。うん、でもゆったり構えてるといつの間にか削られてる。みんな親番連勝してね。あんまりゆったり構えすぎるといつの間にかね、箱下3万点になってるようなゲームなんで。行くしかない時とか親番は一瞬で流れてしまったらなかなかチャンスがね。ね、あ、それ夢で見たんでしょ。あ、見ました。親番流れちゃうのを夢で見たんでしょう。見ました。さあこちらは赤が1枚。結構難しいですよね、この上がり連チャンだから。そうですね、降りやすいんですよね、はい、周りもですね、はい、降りやすいんだけど、あんまり降りすぎてると積もられちゃうとね、うん、結局は削られちゃうんで、どっかで戦わなくてはという ね、親番がある限り大丈夫っていう希望もあるんですけど、伊達、うん、も大きいんで、でも親番が一瞬で流されてしまったらね、押し返す部分が難しくなっちゃいますね。そうですね、すごい面白いバランスですよね。赤がこう普段より例えば1枚多い、多いですね、はい、はい、赤帯2枚の分、はい、こう手がよく見えたり戦いやすく、うん、こう前に前に出がちになるとは思うんですけど、でも上がり連チャンだし、はい、
親番で勝負にならないとまた手を作んなきゃいけないっていう、こう、うん、面白いルールだなと思います。普段とねちょっと違った選手の選択とかも見られそうですもんね。そうですね、それに加えてトーナメントっていう、はいはい、さあ手配イーシャンテン、月のイーシャンテン杉浦、ここはねちょっと自敗を抱えつつ安全に進めてきています。安藤ジュリアンシャンテンですね、はい、石田は赤が1枚、ここもね赤皿あるんです。おこのリーチですかね、さすがに。さあこれでウーピンにくっついてのリーチ、うん、スーチーピン待ちです。嬉しい、リーチ赤、スーチーピン、チーピンが、あーそうか、ここにあんこだ、そうなんです、暖炉に1枚だからチーピンはない、スーピンね。石田さんは手形的にももう無理はしなそうですけどね、うん、先ほどちょっと1回上がって、ね、少しですが余裕はできましたか。そうですね、4万点で2人なので、うん、残り2枚山のスーピンが2枚だけです。これではっきりしそうですね、行くのかやめるのか、ちょっと判断が見たいところ。チュンは1枚切れ、そうそう、現物ですね、はい、ここ抜いていきます。中田さんもここは無理せずって感じですか。そうですね、親番まだあります。はい、ラス目とはいえまだねこの親番で、さそうなってくると杉浦の一人旅になりそうか。そうですね、安藤さんもいい相当一落としなので、はい、結構杉浦さん的には、うんうん、まあ安心というわけじゃないですけど、周りがちょっと来てないなというのが見えますか。はい、石田さんもこれね、あのパースを抜いたんですけど、もう現物がなくて、はいはい、今苦渋のチュン、チュン打ちにしましたね、一枚切れの。この後ですね。本当はね、あの石田さんチュンはまだ打ちたくなかったんでしょうけど、もう他にないんですね。ないですね、なかった。中田さんもない。ない。ない。あのチーマンはあるから、でも昨日ちょっと完全に終わっちゃうんですよね、形的に、ね、なので、うん、9番を統一2枚持ってますしね、統一で落とすんですけど、さあ石田はひとまずリャンマン、リャンマンってよかった、スーピン1枚減った、うん、残り1枚のスーピンです。さあ1枚スーピンを杉浦積もれるか、あれこれこれチーテン入りますよ、お復活、復活のスーチーマン、しかも結構高い単ヤオ赤、ね、そしてドラム1枚、高いチーマンは杉浦さんちょっとちょっとやべえと思ったよかでしたねその灰がさあ、そう一人旅って話じゃなかったのみんな降りてるんじゃなかったのスーピンなくなった、あーない、さあもう杉浦の上がり牌はありません。じゃあ押し切れるかどうか、これ押し切ったら石田は負けなし。ただ先ほど言っていたように後半に入ってくると、まあ、転敗しても転敗料はもらえるものの連チャンはないということになります。そうですね、7万3枚いるんですけどドラがね7万なんでね、中田さんない、あらやばい、いやそうですね、チーマ現物なんですけど仕掛け入ったから、あ数万だ、さあこの数万杉浦から打たれます。さあ石田の上がりになりました、タンヤオアカ5本歯2900は、いや赤、赤そうか赤か、うん、あそうですね、休み目の方そうですね、はい、5本歯4400、2900が4400の上がり、1100バック、はい、で6本か、あれこれちょっと8本歯みたいですねこれルール的な8本歯って、あでも特にないんですけどちょっと確認してみましょうか、うん、特に8本歯パーレンチャーとか特にはないですかね、うん、確認お願いします普段なかなか出ないものだと我々もゲームたくさんやってても、はい、あこんなルールあったんだなみたいなのもあったりしますよね。あれでもゲーム機上で一回パーレンチャー上がったことありますけどね。え本当ですか、あ、じゃああるのかな、その時全部上がってたかどうかがちょっと記憶ないんで、うんうん、全部自身で上がってのパーレンチャーか、ちょっとねそこも今裏で確認して
いただきます。ありがとうございます。はい、さあ今回はしかもダブルロン、トリプルロンもありです。そうですね。なかなか出てないんですけど、そうです、ね、はい。そうなんです、そうなんです。ただダブルロン、トリプルロンありとなっております。見たいですね。見たいですよね。なかなかね、まあ、公式戦とかだと、はい、ダブルロンもねないことが多いですからね。はい。そうするとよりね一気に展望がね動いてきますからね。だから4万点仮にあって、はい、トップ目だったり2着目だとしても、うんうん、急にねダブルロンとか言われちゃったらあれみたいな、え急に2万点奪われちゃったりしてねとかありますよね。ありますからね。自身も赤赤と思っててもまだまだ他にもドラがね、そうなんですよね、まさかあるんですこのルール。赤赤っても赤赤の人とドラ4とかドラ3の人いたりしてね。そうですね。あと裏の人もいて怖い怖いですね。さあ杉浦はトンガとイツ形は整ってきていいシャンテンになっています。あチートイツ、うん、じゃあ赤浮き重なったところチートイツのいいシャンテンは中田1本にしましたね。はい。お、パーレンちゃんルールとしてありです。ほう。ただただ、はいはい、あすいません、上がって自身が上がっての、はい、パーレンちゃんが採用になるので、はい、糸2本場から始まっているので、うん、10本場になったら、なるほど、10本場まで石田が積んで上がりきった時にはパーレンちゃんになります。なるほど。まさかのパーレンちゃんになるとどうなるの。薬問です。ああ見たい見たい。なんかそう考えていくと小さな上がりでも、うん、そうですよね、はい、1500をいっぱい上がったとしてもそうですね、うん、あそっか2本場からスタートだから9本場で上がればいいんだ、うん、なるほどなるほど。9本場で上がりきればパーレンちゃん薬問ということになります。なんかねえどういうことってなりそうですけどね。ドブタクシャもレンちゃんじゃないの。ちょっと難しいかもしれませんが、メンツとか、そうですね。白1枚切れた。カンパーワン入りました。あ、白2枚目。これ泣ける。うん。あ、泣かずだ。さあ、中田仕掛けずの選択転廃取れましたが、ここはグッとこらえます。これ打点が欲しいというところですか？あ、もうやっぱこの我慢が必要なんですね。いや、ただ。白がないんで、はい、闇点から両面変化待ちですかね。そうですね、ローソン周りの両面変化か、はい、もう一回組み直すも考えてましたけどね。さあひとまずここは玉点に構えています。ローソンと白のシャンポン待ち、これ両面変化しましたね。勘助さんは赤ドラの手、さあここも伸びてくる石田。さあこれで両面なるに変化するか。さあすでにイーペーコー赤シャンポン待ち、白はありません。ローソーが中田の待ちになっています。9は切ったところ、いつも入り。さあパーソーを仕掛けて、さあ初を仕掛けていた安藤がこれで2フーロ目で転廃で数値層待ち。さあ一歩前進で石田いいシャンテン。数値層、数値層、あ数値層、これ望んだ変化なんですけど、あ白に手をかけようとしてるか。そうですね、はい、ローソンも打ちやすくはないですよね。そうですね。さあ白白でもう一度ね数層にくっつき直すなどで中田は転廃取り直すことができるか。ローソンは確かに杉浦来た。さあこれでリーチだ。白白と統一落とし、杉浦がね、チーソー形によっては出てしまったかもしれませんが、いや、もう打たないと思いますけどね、はい、安藤さんにもチーソーむちゃくちゃ打ちづらいですよね。うん、ただ、あそうか、リーチ者の現物価値も安藤さんどうしますかね。そうですね、キューマに点数あるからこそ悩ましいですね。数チーソー待ち安藤続行中、折りを選択は石田。チーソーだ。さあ高く高くね仕上げたんですけど、中田ここは宝珠になってしまいました。初赤2000は3800点だ。はい、
さあちょっと夢のパーレンジャー見たかったですが、ここはね、長い長いトンの1曲2曲が過ぎ去っていきました。まあ、まだこれから出るかもしれないですけどね。そうですね、そうだ、はい、まずあるっていうことを今日確認できたので、はい、それもねワクワクしながら、しかも流し漫画など蓮舫もね今日このあるルールになってますので出、ね、るかもしれませんよ。蓮舫は役満役満流し漫画も泣いても自分が泣いても OK というのを知らなくてびっくりしましたね。なかなかね、あのやらないできないっていうのもあるんですけど流し漫画ありでなかなかね、あの最近は打ってなかったので。はい、えちょっとめちゃめちゃ良くないですか。めちゃめちゃいい、よく見える。並べ替えます。ドラマ裾、さあこれは形が9万から、ちょっとでも意外と2面つでした、うん、よく見えたものの意外とそうでもない、すいません他はどうか、何がといつ、ここはちょっとばらつき一つね、これで両面ダーツです。ドラマ1枚くっつけば、はい。あ、ここはピンズの方いつまで向かうか。ただ他もちょっと形があまり良くなさそうか。あ、両ピン数ピン、うん、両面ターズ、ね、本当ですね、こちらの手牌です。お、もうちょっとトップ目だし、はい、そうですね、はい、バイオリじゃないですけど、うんうん、その捨て牌でプレッシャー与えつつ、うん、まあ、マンズも掃除も4枚ずつですしね、その本一というよりはっていう、本一というよりは国士、また国士のまあなったらいいなぁの、まあ、そうですね、安全にちょっと、ね、ああっという間でした。おや、リーチです。ローマントペイのシャンポン町先生リーチは中田から入りました。全員ねちょっと手形が難しい形だったので、ただここは杉浦がこの形、押し返せるとしたら杉浦か。そうですね、いや押し返さないんじゃないですかね。本当ですか。うーん、もちろん自然にね、あの取ってる牌打ってって、はい、いければいいんですけど、特にダブトンはね、うーん、浮いてる牌が厳しい、ね、まあこういうところが上がりレンチャンってところですよね。そうか、まだ序盤だけどなんとかなんとか耐えて流局さえといったところで、逆にねトンよりペイですよね。そうですね。さあここは中田の上がりになりました。リーチ赤3900の上がり。さあここでちょっと両替も行われまして、さあ杉浦の形が良かった分、はい、パペぐらいはと、そうですね、というところでした。早いリーチですね。はい、さあ親番連チャンです。まずは一本場あと 7回7回さあ一本場になります。中田の親番です。ドラはウソ。皆さんからもねたくさんの応援の声いただいております。うん、ちょっとメンツがありません。ドイツが一つ、あ、こちらで一メンツちゃんと5盛りました。キャーかわいい、嬉しすぎる。あー眩しい赤赤ドラ今回はむしろ親の仲間がちょっと他と比べると、そうですね、はい、遅い手配になりそうか。杉浦はなんといつどうでしょう、仕掛けていきそうでしょうか。一メンツちょっと統一も多い形ですね、この形です。うん、ただ、はいはい、あの上なんていうんですかね、上の2人が3万点差以上離れているので、はい、まあ狙える時に打点はちょっと狙いたいんじゃないかなと。うん、難しいですけどね、そのバランスが上がり連チャンなので、ちょっと仕掛けて上がるっていうよりは、まあ、形もいいので、うもうちょっと打点つけて2枚目、はい、今、はい、杉浦さん仕掛けずだ、はい、動かなかったんで、はい、打点、まあ、打点という意味もあるし、はいはい、例えば今この女泣いちゃってもしリーチ受けたらもうどうにもなくなっちゃう、できなくなっちゃうんで自身がね、嘘とか持ってこれればいいですけど、ちょっと赤ドラ何もないですからね。そうですね、だから
なんか受け駒にしましたね。うん、なるほどなるほど。お、三番の席。吉田さんがいいじゃんって。まあ、3枚引き入れます。ここはペイ切り。さあ形打点整ってきている石田。赤嘘も持ってるんで。はい。マンガンクラスですね。うん。トラさん。安藤さん受け入れが広かった。さあこれで。うん、そう振り点か。あ、なるほど。これ単用にしちゃうか、イーシャン点キープするか。さあ注文。ここは選択です。確かに。中層もありますね。タイヤので、うん、中層からそうですね。なので石田さんはこっからは仕掛けていきそうですけどね。十分ね、仕掛けてもだって振り点、振り点、闇点。うん、ここは闇点にしか、闇点に構えました。イース中層待ちし、自身でイースと中層切っています。ピンフの天敗。まあ一曲ね、消化できれば十分ですからね。はい、お、これはチートイツイシャンテン。ひとまずローピン。なんかチートイツにするにはもったいない気もしてしまうが、うん、クンマもビシッといきましたね。はい、4万が2枚切るってことですね。あ、なるほどなるほど。想像生かして、あ、もうチートイツだ。うん、1枚切れの初残しましたね。はい。さあ、杉浦チートイツのイーシャンテン、安藤は天敗、石田もイーシャンテンです。うん、石田リアンシャンテンか。はい、うん。さあ、あっという間に決着、安藤がつけてしまうのか。仕掛けていきます。さあ、これで仕掛けてイーシャンテン。はい。さあ、タンヤを赤赤虎、イーシャンテンは石田。もう一発目決めて、トップ目に躍り出たいところ。そうですね、石田さん安いですか？でも、人的にそんなことないですよね、みたいな。安藤さんもどこまで行こうかしら、みたいな。ひとまずね、振り点のピンフドラでね、どこまで安藤が。ここ選択テンパイ取りましたね。はい、一旦ウーマンウーピンのシャンポン待ち。おお、ウーマン切ってたらアウトだった。ああ、本当ですね。アーマンの選択になりました。あ、ここは打ちづらいですかね。テレスそうまだ押した。さあ、反動もどこまでいくか、これ難しい。あ、これでサブローピンになりますが、3ピンが3枚切られてて、ローピンも1 枚, ピンが1枚目で見えて4枚切れています。ただシャンポン揺れましたってことですか。マンズの変化もさほどっていう、そうですね、自分で1枚泣いてますからね。実際は残り1枚山。ウーピン、残りサブローピン1枚あります。安藤もひとまずテンパイキープしてますが、どうなるか。テンパイ、おー、リーチ、リーチまで来ましたか。ここはチートイツリーチとなります。パーソーは中田に2枚トイツ。杉浦さんからチーソーが全部見えてるん で,、はい、でパーソーが1枚切れなんで山にいてもおかしくない。まあ実際ここにいるんですけどね。っていう選択のリーチですかね、杉浦さん。そうですね。実際は山になし。やっぱり打点が欲しいというところで。出上がり期待というよりは、つま上がり。山にいるだろうの、あ、リーチですね。そうですね、リーチもちっとうらうら。36000。ああ、しかし、さあ、ここで上がりとなりました。このローピン。さあ、中田から出たローピンということになります。タンヤを赤赤ドラ7700は長谷の上がり、はい、リーチ社のね、ハンスケさんの現物でしたね。はい、うん、さあ、これで上下差がね、どんどんついてきてしまいますね。さあ、これで曲は流れます。トンの4曲、杉浦の親番、我慢に我慢を重ねてきました。今はね、ちょっとリーチが不発に終わりましたが、杉浦はどうか。そ
そういえば、はい、昨日座ってたの中田さんの席だったような気がするなぁ。あ、ほは。そういえば。それ夢の話、それ夢の話ですよ。こんな今野さんが、そんな3万点、マイナス3万点なんてそんな。私でもほら、あの石田さんの席座ってたんで。関係ない関係ない。夢の話ですけどね。夢の話、あの例えばのね、そう、仮の仮の仮の夢の。今は本当に安藤と石田のこの押しっぷり、気持ちいいぐらいの押しっぷりがね、見事上がりに結びついた曲が多いですもんね。さあ逆にこの我慢を重ねた杉浦は、さあしっかりと勝負どころで結びつけられるか。カンパスを引き出たりし石田、どうでしょうか杉浦。あの石田さんが作戦を立ててきたって言ってたじゃないですか、はいはい、言ってました、言えないけどって。イメージは、はいはい、普段の石田さん、石田さんの8倍ぐらい押してる感じで。私も思いました。だから、はい、そういう作戦なんでしょうかね。うーん、そうですね、まあ、あの本当石田さんのイメージからしたらかなり押してるんで、うん、結構ね、攻守こうバランスもうちょっと押しも強いけど、攻守バランス型かなっていうイメージあったんですけど、まあ、守備のイメージありますね。あ、本当ですか。あの受けるイメージが強いんで、はい、受けの強い選手だと思う。かなりもうやる前から押すぞっていうのを決めて、うん、バシバシですよね。作戦立ててきた感じしますね。もしかしたらファイトクラブの時は強気にいってるから、はいはい、ファイトクラブだと思ってやろうみたいな予想ですけど。なのかな、どうでしょう。なんか昨日が最後の最後までもつれて心臓が痛かったって言ってたん で、はい、そうですね、逆にもう先行しよう先行しようみたいなイメージあるかもしれないですね。勝負先に、うん、かもしれないですね。作戦予想で、もう圧倒的なトップでこう最後をね、ゆったり迎えられるように。両馬待ちであっという間に下に天杯が入っています。純赤ドライチ、だってもう3900十分です。でね、ここ手放したくない杉浦、そして中田も赤が1枚です。数万、さあこれで一つ形良くなります。うん、いつ押しかけも入ってるしな。あー、積もった、という間です。さあここは石田の上がりになりました。純赤ドラ千里線の積も上がりです。あさっと曲を流して進めていきます。難入です。悲しい、そうやっと親が回ってきてもこういう展開だと本当苦しいですもんね。そうですね、なんか、うん、いや昨日もあったような、いやそうですね。さあ何の一曲、ドラはチュン、安藤の親番になります。手組むかどうかも注目ですね。はい、うん、先ほどは結構形悪い時に、そうですね、うん、あまり組まないような選択をしてきて、の選択してましたね。ちょっとね、今回は親番なのでまたどうなるか注目ですね。そうですね、その手形はね、ペンちゃんペンちゃん孤立灰など残っていてまだ苦しい形。おっ、安藤さん切り出しは普通ですけどね、はい、あのそんな最初から受けようっていう感じではないですけどね。先ほどはね、結構中ちゃん牌からバシバシと切り出していってましたもんね、うん、ここはそうですね、ファン牌白も切っていったんで手なりで進めていって、うんうん、中盤どうしようかなって感じですかね。あ、なるほど、序盤は普通に進めてと、うん、打点一つアップ、1、2、3など見てましたが、ここはいいピン切り。さあここも後継増えてきます。中田も追いかける側、赤も1枚、赤にくっつけたい、使いたい使いたい。赤ウピン2枚あるんでね、もう1枚赤ウピン。確かに確かに。その手がありますね。結構難しいのが、はい、打点を追っていると、はいはい、スピードで相手にやられちゃうっていうね。そうですね、打点の必要のないスピードのある相手がね、はい、やってきますからね。石田などはね、またささっと流してくるかもしれないですからね。お、ウーピンにくっつきましたよ、ね、あー嬉しい。3度も自敗を抱えつつ
さあこの後移ります。さあ打点一つ。ああこれだこれだ。噂のやつ来ました。言っといてよかった。さあこのインシャンテンは嬉しいぞ。そうですね。スーマンとスーピのくっつきの形ですけど。はい。マンズが差し四五なんで広いですね。できればマンズにくっついて赤ウピン2枚使いたい。いい欲張り具合ですね。使いたいです。ここまでちょっとね点数は失ってしまうと。ただそうです、ね、ローマンが2枚入れっていうのはありましたけど、うん、ソーズの方自身でね数層なども切ってますが、もう一度ね変化するかもしれません中田。目いっぱいにするかしないか、しましたね。ソーズ自分は9ピン切ってる。そうですね、ここは3層切りの選択。あーバージーマン、あーそうこれはっていう。あーでも使える。そっかそっか、出ない。むしろリーチですね。さあウーパー層待ちで、そう石田がねスーチー層でピンフテンパ入れたところで、これ現物なの。これああそうか、リーチの現物なの。いやーこれはあきたチーピン。いやでもカンスケさん、石田さんもこれ、ああ別に降りなくてもいいですよ。400-700のつま上がりピンフツも中田さんのリーチでね、はい、石田さんリードあったんで、1枚2枚ぐらいは密上してもね、大丈夫そうな場面だったんですけど、はい、そんな暇もなかったですね。一回ぐらい一発目のツボを見させてよ。ショック。まあちょっとね、その押し引き、まあ、もう今だったら、まあ、やっぱその曲を一つ進めることに価値があるから、1、2枚は押してもいいってことですね。そうですね、自身がテンパイっていうこともあって、はい、何の2曲です。石田の親番ドラは3ピン。おなんだこれ、リョンドイツトンシャートイツ、ね、チートイリョンシャンテン仕掛けもただしていくか、シーアンコ仕掛けわざわざ仕掛けていって、このトップ目から手を短くすることないですか。なさそうですけど、つま次第で、あでもとりあえず、名本チートには向かってきそうですね、はい、トンとかが出た時に動くかどうか。シャラはもう1枚ずつ手に持たれなんですけど、はい、安藤と杉浦のところに1枚ずつです、シャラからは泣かなさそうなので、そうですね、トン動かずなんで、まあさすがにって感じですかね、チート位置になりそうですか。名本チートで、まあ、リーチとか来たら受けるよっていう名前かも。さあ追いかける側の中田はこちら、そして杉浦は縦系か、ちょっと手を組むには難しいか。ドラ、あドラドラだ、なんあれ、はい、メンホンチート、これ逆にね安藤とかふわっと打ってしまった日には、まあまだね、1万2000ですか、はい、メンホンチート、そうですね、1万2000ならまだって感じですけど、いや1万2000嫌ですよ。でも石田さんにならよくないですか、かんすけさんには嫌だけど。1万2000打っちゃうと安藤さん3万5000じゃないですか、はい、かんすけさん1万3000なんで6000オールで変わっちゃう。このルール6000オールはねすぐできちゃうんですね。あり得るんで1万2000打ち取れないですね安藤さん、ペー短期になってふわっとペーになっちゃったら、ね、怖いね、あのペー短期にしそうな、しそうですよね、配置だね。例えば普段打ってる競技ルールだと、だいたい1万2000ぐらいあれば安全だな、はいはい、点差としてね、安全だなと思うんですけど、はい、このルールやっぱその倍はやっぱ必要ですよね。どのぐらいのリードがあれば多少なり安全圏みたいな。だから跳ねマン積まられても逆転できないされないっていうところが一つのラインじゃないですかね。はい、さあトン仕掛けていきました。トン本日へイーシャンテン、あ石田さんこれ小数紙まで多分見てますね。あそうですね、チーピン切ってペー残して、
しぶしぶこれはしぶしぶの顔してますよ。しぶしぶの顔してました。スーピン出たか。スーピンからならしょうがないな。杉浦からなんとシャワー出ない。そうですね、1枚ずつ、シャワー1枚切れ。出ないんですけど、はいはい、ということはもう杉浦さん折り確定みたいになっちゃうんで、まあ、確かに何社抱えてのね、手の進行は無理ですね。それはそれでって感じですよ。ラストをやるとは言えな、仕掛けつまないで9持てから。これはスライドっぽいな、石田さんの。ああ、9ピンですね、はい。なので6チッパーが手にありそうだなって思うと、じゃあ残りはどこだと、うんうんうん、でスーピンもポンされてるんで、はい、そうですね、ドラと自敗のシャンポンか、うんうん、自敗同士のシャンポンかみたいな感じに見えてきましたね、うん、そしたらもうとても寄り切れない、寄り切れない。シャアは1枚切れな、まあ、一応チート位置でなんとシャアを使い切れる。ああ、そうですね、うん、見てますね。なん、もう1枚山の中、はい、はい、シャワー1枚切れ、シャワー短期にできないと終わり、怖い。なのでもう杉浦さんの手が、あー、詰まっちゃう。力強すぎる。さあ、ここは薬薬本日4000オールの上がり、今野さんに解説させないような速度で、早い速度で石田さんが詰まがり。杉浦さんの手が3ピン断射っても浮いてたって、はい、でもうだからどうしようもないですよね、はい、チートイツあのストレートでテンポ組めないような形だったんで、どっかを崩してもう一回重ねてってしないとじゃダメな手でしたね。なんか日吉さん風に言うと、はい、石田さんのほら中田さんのリーチに対してドラをパシーンって通したじゃないですか、はい、パワー、はい、あれが風を巻き起こす原因になったような感じしますよね。なるほど。風の話、本間さん、そういうの使ってくるんですか。風使いの慎太郎ですよ。風使いの慎太郎。だいたい風を起こしていくと逆風が吹くんですけど。いや風使いもね、ただ工房も筆の誤り、結構真面目な話すると、はい、あのドラ切りのコツというか周りを掴んだら石田さんむちゃくちゃ化けるかもしれないですよ、うん、確かに。もともとね、受けも強い選手が攻撃そうをね、うん、覚えるとね、うん、押し引きがね、もっともっとこう精度が高まって、はい、押した時の爆発力すごいですもんね今日。そうですね、いつも打点、あ、テンパイ、テンパイですね。赤ウマン切れば三面ちゃんですけど、さあどうするか。ただね、これぐらいの点数になっちゃうと、うん、もっと高くしなくていいのかっていうふうに自問自答が始まっちゃうんですよ。そうですね、ドラが数万ですし、今素直に数万切ろうとしてるけどちょっと自問自答タイプ入っちゃうんだね。行きましょう、うん、あの普通に考えればリーチ全然いいんですよ、まだ親分も残ってるし、うん、だけどそういうふうに考えちゃうんですよね、心理として。おじいちゃん、ここサブロッキューソー待ちで先生リーチは中田、おお、さばきに来ましたね。さあ、ここは一通貫、はい、さあペン3ピン待ち、3ピンはここに統一、3ピン残り2枚山です。さあブロック9層はまだまだいそう、あ、3層、うわー、いいシャンテン、積もりスワンコいいシャンテンですね。スチーマンが打ちづらい、ただ赤ウーガン切りなんで、うん、そうですね、あ、でもチーマン切り打つだ、はい、じゃあこれ来ますね、うん、来ますね、杉浦さん。さあブロック9層残り5枚山です。え、イソリアンソ、え、あれ、あれ全然いない。イソ1枚切れ、イソランソ、ちょっと痛い、痛い。チーソーも1枚いる、そうですね、1枚ですね、中田が1枚持ってるだけだ。イソーも1枚いる、ランソーは1枚だけ、ランソーは2枚、わわわわわわわ、イーシャンテン、4山のイーシャンテン、どうです、どうです。サブロッキューソーは、スワコスワコ、サブロッキューソーと残り5枚山です。5枚、まだ5枚いる、まだ5枚います、いっぱいいるんです。9、2、3、1、6が2、まだあるよ。3ピンもね、2枚、そう、3ピンも2枚あります。一気通過の3ピン、いや、これ時間かかってるぞ、どうだ、すげえな、来た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 、これが静かリーチ。さあ、これでイーソーとチーソー、
わ、安藤さん、安藤さん、そこから来ちゃうとって感じですかね。そうですね。さあ、現在は中田、杉田と追いかける。チーソーだー。チーソー。上がったー。さすがに。ドラさんですね。リーチ一発、トイトイ、三アンコウ、ドラさん、バイバン。ですね。はい。さあ、ここは16,000、16,000は16,300。ちょっと一瞬上がるのかどうなのかなって。いや、倍もあれば上がりますね。はい、だもしこれドラがなかった時に中田さんから8,000で終わらせるのはちょっと点数的にもったいなく思っちゃうんで、さすがにドラさんあればね、はい、ですね。さあ、ここで倍万を上がって杉浦、これで上に浮上してきます。安藤さんと17,000ぐらいですか。そうですね。さあ、中田も手がいいぞ。ドラは3万、ドラメンツ赤含みで完成。ハレンチャバレーじゃん。100万チャンス。安藤が43,900点、杉浦が26,300点だ。さあ、どうなるか。そうかな、そういう杉浦さんですもんね。はい、そうですね。ただトップの場合のみ、アガリアムはトップの場合のみですもんね。あ、そうですね、トップの場合のみです。なので石段をまくるのはかなりかなり難しい。アガリレンチャンですし、はい、って考えるとこの局もナス前もちょっと加点をしたいですよね。17,600点差、ドラは3万、杉浦がどこまでこの手で打点を作れるかどうか。ドラが変わるのはこちらの中田です。これですね、赤1枚モーラスはね、2人が来ちゃいますからね。はい、何点でもいい2人が来ちゃうので、できれば条件1つでもね、軽くして迎えたいです。さあ、形良くなっていきます。一気通貫や、あとはね、またドラ赤などを使っていきたい杉浦。おお、これ嬉しい、2万引き、ドラ受け増えた。さあ、ここも2万でドラ受けが一つ増えました。これで単野にも行けます。難度、このね、2人のお野菜クリアできれば安藤石田は2人両名が通過になりますが、おお、ピンアンコこれロー、いやローマンからとか、でも9、まあ9万2枚切れなので、なんか何でも仕掛けていくもありそう。安藤ですか、ですね、うん、この形です。おお、もう何言ってるんですか。すいませんでした。エリカーさん引けたんですね。何がローマン勢ですか、になっちゃいますね、すいませんでした本当に。さあ、もうすでに安藤が単野を赤赤一射点、あ、ここも一射点だ、それ受け残して、うんうん、そうですね、1,2,3 まで、うん、リーズも3色赤ドラまであったら、ただ形でチンスタニアがなりにくいか、うん、そうですね、そうですね、さすがにか、リーズも赤ドラ2,000,4,000、うん、マンガン積もったら結構じゃないですかね。マンガンクラス積もると1万点、1万点上がりますもんね、差が。あ、撤廃。さあ、あっという間に天敗入ります。ひとまず役なし天敗は関羽総待ちが安藤、スーチー総待ちが石田、2人に天敗が入っています。曲を流したい2人、もう2人に天敗が。これは出上がりできない、うん、うん、さあ、この嘘は上がれないんです。安藤急げ急げ、嘘はもう山にはありません。スーチー総ピンフ天敗の石田がささっと流していくか。あ、よくおお。もう嘘がないんですよね。石田さんから出なそうですもんね、嘘。そうですね。リャンソー引いた時ぐらい。そうですね。リャンソー引いて三面茶系になってた場合のみ。のみ。それ以外は役割のまま、このままの形になりそうです。急げ。急げ。シャンペンが長い。
さあどうかもう2人に電波が散りそうださあここはさらに石段が上がっていきます。ピン仏も400-700のつも上がり。さあトップ目の石田が自身で曲を流していきます。ああ悔しそうねえ。いいシャンテン、あっという間につま上がりですもんねさあオーラスです、はい、さあここからです。あとはこの杉浦がなんとか上の2人を目指して戦っていきます。目の前のまずは安藤ですね。まずはというか安藤をなんとか追い越したいところ。上がりやめはトップ車を超えないとできませんのでかなり点数離れています。中田さんが68,000なんで、100万直でもダメなんだ。直でもダメダメですね。68,000そうですね。ダブル100万ダブル100万ダブル100万国士無双の13面だったり、そうですね、スワン高短期だったり。そうなんですね、あのダブル100万作りやすいですね、はい、普段よりも作りやすいルール、はい、スワン高短期13面の国士はダブル100万扱いになります。例えば、はい、国士無双とかスワン高を作って、うん、積も上がった後に13面ちゃんとか短期待ちに受けてダブル100万にするっていうね、うんうんうん、そういうね選択をしてなんとか作り上げたい。そして石田は白統一、安藤も初統一で特急券は持っています。100万狙うものが出てくるとなかなか、あとはありか次第。そうですね、杉浦さんは連ちゃんが絶対条件、はい、うん、安藤のところに白が1枚。あ、いいシャンテンだ。これが風ですか。これが巻き起こした。でも自身で巻き起こしたんですよね、本当にあれは。そうですね。あ、これでしかも白も、あ、嘘からかまず。そう、ここもいいシャンテン、うん、もう二人が物々交換が起きますねさあここは十分ないいシャンテン二人います。いやー、本当さん間に合わせたいところですけど。そうですね、杉浦ウーピン2枚切る、うん、いいピン切り。そうなんです、天地層払いをしてこの形になっていますが、もう周りは近づいてきてます。さあ選択、さあ安藤からなかなか白が出ないと石田もテンパ入れることができません。ハツはまだ2枚とも山。杉浦さんはどっかでも仕掛けていかないと間に合わなそうですね、はい、さあなんとか国士無双を狙っていきたいかなかだ。じゃあ、おわー、これ逆にもちもちで逆にこれ決着がなかなか。いやでも石田がさらに手広いいいシャンテンにはなっています。ハクとハツがのシャンポン持ち。ただ杉浦さんもうリュウハ止めれないですもんね。はい、止めれないですね。リュウハがね2枚ともハツが2枚とも山なんです。どんどん高くなっていくんですけど2人の手が本当だ現物だけ残そうと、うん、まあ、国士無双の中田さんからシャア出てきたなっていうのもあって一旦9万もかな。ただシャアが出てきたってことは、はいはい、13面ちゃんに振り込む可能性はないので、うん、さあこの初を石田が掴んですんなりと切る形になりました。さあ安藤の上がりになります。初赤市です。さあこれにて二次予選 A 択すべて対局が終了となりました。着順はトップから石田、2着安藤、3着杉浦、そして4着中田の並びで A 択の対局が終了ということになりました。
というわけで、この A 択から見事勝ち上がりを決めたのは石田麻美プロ、そして安藤里奈プロの2名ということになりました。おめでとうございます。急に拍手きた。さあ続きましては B 択になりますが、一旦お知らせをどうぞ。